え、なんすか、罠ってなんすか。ちょ、林さん今なんか今すごいことなんかだんだん罠にはめられてるなって。いや何言ってるんですか。あれ、これマッチング編ですか。これ今から林さん気になってるみたいなんで。林さんがちょっと気になってしょうがないんで、もう持ってきちゃいました。これなしでいきますか。この辺ですか。おうわ、めっちゃかっこいいですか、林さん。ドラかっこいい。顔あかんやつじゃない。ドラかっこいいし、これやばドラかっこいい、これ全然あれっすね、これドラかっこいい。めっちゃかっこいい。やばないですか。正直どうですか。かっこいいですか。これやばい。こんなイメージことですよね。こんな履いたらこんなイメージになります。これをちょっと今の現状。じゃんじゃんじゃん。これが元々。これ元々です。そっからこれがこのぐらいで変わるとシャキーンと。うお、めっちゃかっこいい。ちょ、林さんこの辺から見てください。この辺から。うわーとか言って。うわーとか言って。いや、最初から林さんも僕に言ってくればよかったのに。むちゃくちゃかっこいい、これ。高級感増しますね、これ。これ全然やっぱ、これが3ピースの迫力の違いだね。やべえっすね、これ。高そうに見えません、一気に。いや、現に高いですけど。現に高いですけど。やっぱり、いや、そうでもないですよ。どうですか。でも逆にブレーキが今度あの小さく見えすぎないんですよね、うん、バランス的には。中のスカスカ感がなくなるからいいかもしれないですね。ちょうどいいかなと思いますけど。あ、中がガラガラやで、よくそう。しかもブレーキいい感じにあの感じになるじゃないですか、赤で超はみ出してるみたい。めっちゃかっこいいっすね、林さん、これ。これやばいっすね。やばいっすね。それやばいっすね、これ。あ、いいな、この感じ。いや、もうこれやるしかないっすよ、これ。もう林さんの骨みたいですね、これ。かっこいいな、やっぱ。ゴールドキャスポルト似合うっすね。かっこいいね。ディスクをああいう感じにしといて、で、リムシリがあるピアスリーがあるかもしれないですか。これ、タケルン君が作るんですよ、これ。これそうです。今回、タケルン君が、で、僕、これピアスじゃゴールドするんじゃないって言って、こういう風にしますよ。いや、かぶや。カブル違う仕様でやればいいんですよ。で、どういう日でもできるんで、そこはやられるんですか。あの、ディスクもっと濃くするとかもできるし、ピアスも色変えるとか、どういう日でもできる。たまたまこれ、ただこういうパターンで、これは、あの、こういうボールもありますよって。ただの、例の、まあ、レオハルとこういうイメージじゃないですか、全体的に。もう林さん、もううっとりしてる。もうあと数分で現実の今の方に戻った時に。違いか、多分今のこれをちょっと頭の中に入れてほしいですね。そうですね。でもこれ林さんよくイメージしてもらって、横にブラックパールがつくじゃないですか。もっとごっついのがつくじゃないですか。で、真ん中だけこうあのカラーになるんですよ、うん、そうすると今のオイルだとあっけらかんってなっちゃうんですね。なんかこれぐらいつくとうわって全部が間違いなく誰が見てもうわってなるっす。フリーズしてる。あの、これ車カスタムにガーグジュンカですね。車高もあと1センチ、あと1センチみたいな。病気になる、これ。そこですね。いやー、いいと思うけどな、これ。ありっすか。まあ一回やろつけて考えましょう。ありやけど、マジで車もいいじゃん、帰るっす。いや、でもこれ仕上げちゃえばいいんじゃないですか、変な話。このホイール、あ、次エローをちゃんと完成させて、これエローを完成して、で、その後ね、もう一回足元見直して、そうですね、っていう感じでいいと思います。そしたらこれでもう乗っとけばいいですね。そうですね。また林さんなんか多分やると思うんで。OK です、いつでも待って。もう飽きたっつって。これ倍ぐらいいきません。倍ぐらい
やっぱ定価で言うとまあまあ高い、まあまあ高い部類に入っちゃうかな。しっかり値引きしますよ。値引きしたの僕に提示もらって僕が割り増し出すんで。それなんかあんまり良くない悪循環ですね。お友達割り増して、割り増し、あーですね、やってますもんね。特別割り増してことがあるんで、はい、だからアドバイス料が入ってます。アドバイス料が。いやーこれでも絶対かっこいい。何ですか？ナウから現実に戻ってください。ちょっと言ってきますよ。現実に戻しますね。これ今ナウで、ナウで現実に戻ると、じゃん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 、このさ、困っちゃいましたね。これ夢見ましょう、夢見ましょう、夢見ましょう。夢見ると、今から、夢見ると、夢見ると、これが履けるかもしれない。あ、これ今夢見てますね、今。そうっす、これが履けるかもしれない。あかん、あかん。この人たちちょっといろいろかわされるんですね。じゃあ一旦現実に戻りますか。写真撮ったんで。まあ、まあ、そうっすね。あ、なんか寂しくなりましたね、なんか。そうっすね、寂しくなりましたね。まあおいおい、まだ1回目なんで、とりあえず、ね、はい、エアロ、次はまた次エアロかな。今日はラフィですね、なんか。え、今日はラフィ動画ですね。ラフィ、ラフィ動画ですね、今日ラフィかな。ラフィです。でもこんな感じでいいですね、こうやって、うん、こんな風にマッチングしてみて、うん、楽しんでみんなが笑っていけるといいかなと思って。そう、笑って、あ、いいな、これできたらとか、妄想だけでも十分です。そうなんですよ、妄想センターだって、橋さん分からんくないですか。ホイール単体で見たって、だってホイールがかっこよくても車によっちゃ合わないじゃないですか。そう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 、こうやってちょっと合わせてみると、おっってなるのが、おってこう、そうやって楽しんでってくれれば一番嬉しいかな。ですよね。ですね。じゃあ今日はこの辺で、マッチングでした。はい。視聴者さんがそれ買った方がいいって言いますよ、多分。え、それ絶対これ買った方がいいでしょ、みんなが押してもらう。みんな押してね、あの林さん絶対買いようこれって。林さん買って、買ってつけてって言って。目の毒それ。え、目の毒。目の毒。みんな林さん買ってってコメントしてね。じゃあそれでは皆さん、さよなら。さよなら。I killed down no one to free for champions. I can't believe you tried.